愛知県半田市で行われた訓練は、走行中のバスの車内でナイフを持った男が暴れ、次々と乗客を切りつけるという想定で、半田市内のバス会社と警察が合同で行いました。警察航空隊も参加し、乗客の安全を確保しながら110番通報から犯人確保までの手順を確認しました。